こんにちは、島村楽器三宮店福島と申します。もう1ヶ月ぐらい前になるんですけども、ソリッドステートロジックさんから SSL コネックスという USB マイクが新しく発売になりました。それがこちら、ちっちゃいですね。このちっちゃいボディの中に4つのマイクが入っていて、内部のミキサーのモードによって1人用会議マイク、複数人用会議マイク、弾き語り用マイク、生セッション用マイクといった感じに切り替えることができるという代物です。で、僕が着目したのが、この内部でのミックスを無視して4つ全ての信号をそのままパソコンに送り込むというイマーシブモードです。これを使えば通常のステレオレコーダーでは作れない音に包まれたような面白い響きを生み出しやすいのではと思いました。ふわふわしたヒーリングミュージックだとか、昔ながらの ASMR、くすぐったい感じとか、そういうのに使えそうですね。マイクはこう置いた時のこちら側、プラスマイナスボタンがある側を手前、これを見下ろしながら時計回りに左、後ろ、右と並んでいます。で、各種モードを普通に使うなら手前を中心にしていい感じにステレオミックスしてくれるのでいいんですけど、今回はね、4つ全部が分かれているのを利用して、あとこれを斜めに向けてですね、左前方、右前方、右後方、左後方として使ってみようと思います。 5.1 チャンネルのサラウンドを考えても、真正面はともかく真後ろにスピーカーを置くことって珍しいですからね。 PC につなげてみます。つながってんですけど、ちゃんと Windows の、Azure ドライバーが提供されているのが好印象ですね。この通り2年度でも認識してくれます。録音にあたってはバスの準備が必要です。ここではインディビジュアルのフロント、バック、レフト、ライトと名前を付けました。モノトラックを4つ立ち上げて、レフトとフロントを左 100% に、ライトとバックを右 100% にしておきます。前と後ろの区別がつかなくないと思った方、大正解です。後ほど対策をご紹介します。はい、でお待たせしました。本日のメインウェポンはこちら、カリンバです。これで各方向からラの音を鳴らしたのがこちらです。普通にいい感じのステレオ録音にはなりますね。しかしやはり前後の差は感じにくいと思います。人間が音の位置に前後の違いを感じるメカニズム、いろいろあるはずですが、一つ大きいポイントは耳の穴の後ろに耳がついていることです。これにより後ろ側の音が少し遮られ、あるいは反射するために前方から直接聞こえる音とテクスチャが変わるというわけですね。そこで福島が思いついたのがこちら、じゃん、タオルです。これをフロントとライトを塞ぐように置いてみました。するとこんな感じに撮れました。若干遠くから鳴っているような感じはついたのではないでしょうか。バイノーラルとは仕組みからしてだいぶ違いますけど、これはこれで面白い響きかなと思います。よいしょ、シェルチャイムなんてのも持ってきたので、はい、ちょっとリアルタイムで撮ってみましょう。これ民族楽器コーナーに置いてます。これを多重録音して一部逆再生を入れたり、
ちょっとだけディレイをかけたりしたのが冒頭の音です。いかがでしょう。4つもカプセルが入っていて、いろんなサウンドソースをフレキシブルに取れる USB マイク、なかなか遊べそうって思っていただけたら幸いです。今回僕なりに頑張ってみたんですけれども、福島よりももっとうまくコネックスを使ってくれる方がいるはずです。ぜひ手に入れて、YouTube やサウンドクラウドに上げたものを聞かせていただきたいなと思います。僕も一クリエイターの端くれとしてこういうサウンドデザインをもっと勉強したいなと思ってますんで、お待ちしてます。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。またいずれかの動画でお会いしましょう。さようなら。